どうもこんにちは。はい、今回はですね、はい、またアントネストマネーシステム開発者の、酒井さんに、はい、これどうなん自分みたいなここにちょっと突っ込んでいこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今ですね、アントネストマネーシステムを、プロモーションをさせてもらってるんですけど、はい、コメント欄にですねこんな質問がありました。今回ですね、その PEX という、いかにも可愛いね、お名前の名前だけは可愛く、はい、PEX っていうですね、結論一言で言っちゃうとポップアップなんですけど、はい、その広告、あのサイトに行くとこう広告が出てきます。今出せるリアルタイムで、リアルタイムで少々待ちを、はい、ちょっとあるかな、探します。今探してくれるんですけど、要はこれプロモーションの動画を見ていくと、その PEX のこの、動画が見れる動画があるんですけど、その PEX っていうのは、基本的にそのサイトにアクセスすると、今回のはそのクリック型広告でお金を稼いでいきましょうってやつなんですけど、大体はそのテンプレートとかそのサイトにアドセンス広告とかそのクリック型の広告を貼って記事を読んでってクリックみたいな感じなんですけど、今回はサイトにアクセスした瞬間にポップアップ出すんですね。あとは設定時間も全部自由に変えられます。だからそのサイトにアクセスしてスクロールして3秒後にポップアップ出すとか10秒後にポップアップ出すとか、できるんですね。でその今回のそのマネタイズする部分がポップアップなんですよ。だから要はサイトを自動でまず更新すると。で自動で更新するんでアクセスは来ます。でじゃあアクセス来た時にじゃあこれ収益化する時に今度ポップアップで出すわけですよ。でそうすると、間違ってでもクリックしちゃうと、だから収益化しやすいよっていうのが結構売りなんですけれども、動画を見ていただいた方からいや、ちょっと待てと、俺だったらうざくてそのもうページには訪れない、だからどうなのと、いやそんなポップアップ出てきたらなんだこれうぜえなっつってやらないと、クリックせんし、いや微妙だっていう意見をいただきましたので、それに関してちょっと、ケンちゃんにですね、質問していこうかなと思います。で今ですね、そのポップアップがどういう感じで出るかっていうのが分かんない人もいると思うんで、今からちょっと PEX のね今探してるんで、ちょっとパソコンで確認してきてもいいですか。いいよ、はい、いつもね、すいません、僕ねノリでこうやっちゃうタイプなので、最初から準備しておけよって話なんですけどね、はい。今回ですね、PEX、とその自動更新、本当にいいと思うんですけどね、どうですか。これはですね、僕はいつもお伝えしているメッセージとしては、動画のプロモーションの中でも言ってます。ちゃんとやりましょうと、最終的にはちゃんとやりましょうと。ただ今までやっぱ時間がないとかそういう問題でやっぱできない人っていうのをたくさん見てきましたので、だったらこの設定作業のみで自動でブログが更新されてアクセスが集まって、しかもポップアップで出てくると、で収益化しやすいわけですよ。で今までブログを一生懸命書いたりとかネットビジネス一生懸命やってきたけど全然5000円すら稼げない、これめっちゃ多いんですね。で高額塾に入ってきたけれども、結局稼げない。で稼げないからどうなるかっていうと、またメール見て、またこれいいんじゃないかって言って、また登録して、また塾に入って、また登録して、この繰り返しなんですよ。で何回も塾入って、何回も教材買ってもダメっていう。でじゃあそれダメな理由って何なのかっていうと、もちろんその教材の中身を僕全部塾の内容とか全部見たわけじゃないんで一概に言えないんですけれども。正直結論言ってしまうと、やらなくなっちゃうわけですよ。でじゃあこれやらなくなる原因っていうのは何なのかっていうと、これもぶっちゃけで言うとページがまず古代ね、とりあえずページが古代で煽ってるわけですよ、ね、ページが古代で煽ってワクワクさせてるわけですね。まずんこれ完全詐欺ですけどお前が言うなって話なんですけどね、ページが古代で煽ってるじゃないですか。でそれにつられて今度こそはみたいな感じで、クリックして申し込むわけですよ。決済するわけですよ。30万とか40万とか60万っていう金額を決済するわけですよ。で中身開けてみると、ここ結構めんどくさくねみたいな、
あります。これ結構めんどくせえじゃんみたいになるわけですよ。あれ結構これちょっとやっぱめんどくせえなみたいな、ふむふむ、最初は一生懸命やるんですよ。なんかめんどくさいなっていう、あとは、通常の仕事もやってるから、まあ、その時間的な部分と、あと思った以上にちょっと難しかったり、思った以上に時間かかったりしてどんどん離脱していくとっていう現象が非常に多いということですね。はい、来た。お待たせしました、はい、じゃあちょっとペックスが来たということなので、じゃあペックス知らない人もいると思うんでね、はい、ペックスをじゃあお見せして、はい、じゃあちょっとこの前記事をもう一回消し直しちゃったので、今記事は入ってないんですけど、まあ、こんな感じでアクセスをすると、まあ、最初ページと表示されて、まあ、こんな感じで、こんな感じです。で、ここのここ、あ、ちょっと本当に見えづらいんですけどこれ分かります？この点みたいなの、これ点ありますね。これが×ボタンになります。これね、分かります？あ、ちょっとじゃあこれ、はい、もう一回更新すれば、うん、まあこんな感じで、何秒で、あ、出てきましたね、はい、で、ここの、まあ多分ここら辺まで来るともう全然分かんないと思うんですけど、ようやく近づけると、まあ、ここら辺に×ボタンがあるんですよ。で、要は、まあ、大体右手でこうスクロールするんで、こう親指ってでかいんで、こう×ボタンを押そうとするとその、まあ、クリックしちゃうっていう、うん、まあ、こんな感じですね。だ、まあ、こうな、ここにあって、ただね、これあの消せるかな、無理です一緒、あ、消えた。だからそう、めっちゃちっちゃいんですよ。で、これも限界ギリギリのちっちゃさです。だから、まあ、基本的にクリックされやすくしてます、はい、で、されやすいです。安いです。ただし、これ本当にあのこれコメントいただいた方の中でも、俺だったらうざいからクリックせんよと、でそのページも戻っちゃうよと、消すよっていうご意見いただいたんですけど、まあ、これについてね、あのちゃんとした理由がありますので、はい、まあ、酒井さんの方からそれについてあの見解を、はい、そう、俺だったらうぜえぞと、いや、そんなん俺だったら離脱するしどうなのみたいな、いや、みんなうざいから離脱するでしょ、はい、どうなのそれみたいな、まあ、逆にあのそういう人が最低でも8割いてくれないと、うん、こっちも困るんですよあのみんながみんなそれで見ちゃうと、うん、クリック率がただでさえこれクリック率高いんで、うんうん、そこで8割の人が逆に、まあ、最低でも6割、うん、で残りの2割から3割の人が×ボタンで消せたっていう計算にするのであれば、うんうん、まあ、最低でも6割の人は表示だけさせて離脱してくれないと逆に困るんですよ。あのクリック率ばっかり上がっちゃって、うんうん、で、あの逆に広告会社から怒られちゃうので、うん、なるべくあのそのクリック率、×ボタンを押してちゃんと消す、うん、で表示だけでクリックされない、うん、であとは表示、サイトを表示させて広告を表示させる、でもクリックしないで離脱する、うん、っていうトータルが、まあ、厳密に言うと 85% は最低でもいてくれないと、うん、あのお金もらえなくなっちゃうんで、うんうん、まあ、15% ギリギリなんですけど、うん、っていう意味も含め、逆にあのうざいって思ってくれる人は必ず一定数いてくれないとダメなんです、これ、うん、なのでむしろそういう俺だったらこれ見ないわうざいから、うん、っていう思いの人が半分以上いてくれないと逆に困るんです、うん、だ、まあまあ簡単に分かりやすく言うと 100% のクリック率だったらもうお金払われないってことです、はい、だって普通におかしいじゃないですか。なんでお前のサイトクリック率 100% やねん、うん、おかしいやろと、なんかやっとるやろとなっちゃうので、やっぱある程度逆に離脱してもらわないと、その広告のね ASP さんから怒られると、はい、だ、普通に考えて 100% のクリック率はありえないんで、ダメでした怒られました、やっぱりやったけど、うん、まあそれもいろいろ検証してますよ、はい、ケンちゃんがまあ今も言ったんですけど、検証した結果このギリギリラインだったら OK っていうところで一応収めてます。だからその、まあ、今回いただいてるコメントの中で、その俺だったらそのうざいから広告クリックしないし離脱するよみたいなご意見いただいたんですけど、だからそのご意見がないと、うん、そもそもこれがまかり通らないってことです、はい、うん、だからまあ本当にでもこれそれでもクリック率いいんで、うん、だからそのクリック率のまあ限界値ですよね、そのまあいいだろうみたいな、ここを
まあ、調整してるっていうところなんで、はい、まあ、そこご理解いただけると嬉しいかなと。だから基本的にあのクリックはされます、されるんですけど、そのパーセンテージが多すぎるとお金が払われなくなっちゃうんで、不正やってるって思いっきりバレちゃうので、数字で、そう、もう不正お前やってんだろみたいなねなっちゃうんで、まあそこはね、あの知らない方から見ちゃうと、あのこう思われる方も いるのかもしれないですけど、まあ一応そういう理由です、はい、だ普通に考えておかしいじゃないですか、クリック率 100% ってね、さすがにそれは無理ですよ、うん、ただそこの限界値を上げるためにあのこういう仕様にしてて、まあ、しかもそれもいろいろと検証した結果ね、はい、そうです、うん、であの実はですね、あの今回あの、まあ、販売してる期間中に実はバージョンアップしました、ね、バージョンアップ 1.4 になりましたね、今度、うん、1.4 になりました、はい、でそれも、まあ、ケンちゃんの方でいろいろと修正していただいて、あのバージョンアップしてます。だから今回のシステムっていうのは一応その、まあ、ギリギリライン攻めてますので、あの向こうからですね、広告主からまあいろいろとね、それでそう、あそれはどうなんだみたいに言われたりとかまあするので、そしたらその分ケンちゃんがですね、みたいな感じで、はい、うんみたいな感じで、うんでやってます、本当にそんな感じですみたいな感じで、どこまでがじゃあ OK なのかっていうところのギリギリをこう調整してくれてるので、はい、まあ、バージョンアップも無償でしてくれてますので、はい、あのそこはご安心いただければなと思います。だからそのクリック率が異様に高すぎると、そもそも論としておかしい、おかしいと、うん、ただし普通のサイトにその広告を貼るよりかは全然クリック率はいいということです、うん、でしかも間違ってもクリックしちゃうんで、そうです、うん、だから見て、もう一回ちょっとお見せしてもらってもいいですかね、まあ、本当にちっちゃいです、本当にもうめちゃめちゃアップしないと分かんないぐらい、ここだと多分バツボタンどこにあるのか分かんないと思います、うん、まあ、そこは遠すぎだな、はい、分かりますかね、はい、そこですねもう点にしか分かんない、ね、前このギリギリここだったんですけど、さすがに怒られちゃったんで 1.3 の時、うん、それでも半年ぐらいはいけたんで、うん、またこれ多分半年最低でも問題なければずっといけるし、うん、で多分これ次はもしバージョンアップするのであれば、うん、あのこっちの方にしようかなと。そんなところにもできるんだ、あいくらでも動かします、この中に表示させる位置で動かせばいいので、このバズボタンを、サイズとかも全部変えて、うん、で一応、その ASP 側が検査をしているっていうのはもう分かってるんで、うん、忠告が警告が来るっていうことは、うん、なので、まあ、もしパソコンで見てた場合、うん、今まであのパソコンで表示した場合もスマホで表示した場合も同じ位置だったんですよ、バッテンが、うん、なんですけど、あの今これをパソコンで表示すると、うん、デフォルトのあの×ボタンも大きくてちゃんと離れてるっていう位置に変えてあるので、なるほど、ね、パソコンで確認して、もし向こうがパソコンだけで確認しているのであれば、うん、100% バレないっていう、うん、はい、そこもですね、はい、一応ですね、食いくぐれるようにね、まあ向こうがねスマホで確認しちゃうとこれ×ボタンちっちゃくねみたいになっちゃうんですけどもし向こうがパソコンでちょこっとこう確認してるぐらいだったら、うん、まあ、バレないと、まずバレないです、はい、まあ、パソコンで表示するときはその大きいボタンを出してるってことね、はい、うん、まあそんな感じです、まあ、だからできるだけもうかいくぐるみたいなスリスリみたいな感じでやってるっていう、はい、もう限界値超えてますから、うん、なんでまあそのまあほんといたちごっこじゃないですけど、うん、まああのまあ、そういうとこそういう感じです。だからまあお金は稼ぎやすいんですけど、まあ、そういったリスクがあるので、そこのリスクの部分はケンちゃんがこう検証してくれてこうやっていただいてるので、はい、まあ、そこはまあ安心っていうことではないんですけど、まあ、なんかあった場合は、うん、まあ、ケンちゃんの方がねこう修正して、まあ、もし何かそういうまたこういう警告が来たよって言われたら、うん、了解ですって一晩二晩ぐらいで直すんで、うん、はい、だからそこはねご安心していただければなと思います、はいはい、あバッテリーがあと 20% 充電しましょう、はい、結構ねだいぶ僕iPhone めちゃめちゃ使ってます、はいはい、まあそんな感じです、はい、だからまあ PEX の一番の肝の部分のことに対してですねこういうご質問いただきましたので、はい、まあ、今回は Q&A ということで、まあ、ケンちゃんの方にですねインタビューさせていただきました、はい、今回はありがとうございました。ありがとうございました。では。